はい、皆さんお呼びになる。本日は令和3年の12月の15日、水曜日でございます。本日はですね、広島県議会議長公用車センチュリー1830万円について、先日ですね、住民監査請求を、提出いたしました。提出先は広島県の監察委員事務局なんですけれども、本日ですね、監査委員事務局の方から、通知ということで1枚の書類が来ました。これどういうことかというとですね、広島県職員措置請求書について通知と書いてありますけれども、12月の27日までに文章で補正するように求めるということで、補正を求めるということなんですね。どういうことかというと、知ってる人は分かるかと思うんですけれども、これ3点ですね、今回補正を求めているんです。1点目は請求人の氏名、氏名が辞書されていないので、請求者氏名欄に辞書してくださいと。辞書というのはですね、警察の告発状もそうなんですけれども、正式に言うと、例えば鈴木太郎とか鈴木花子とかっていうのは、自分で、手書きで書かなければならないんですよ。でもこれだけパソコンが不機嫌したりすると、あそこも、パソコンで打ってしまって、ハンコだけは自分で手で押すよっていうことがあるんですけれども、法律上の条文が、署名、押印っていう形になっているんで、多分、うるさいところっていうか、正確に言うにはね、警察の告発状も手書きで自分の名前を書いてくださいよっていうんですね。ですから今回私も、自分の名前のところをパソコンで書いてやったので、これを当然に、お役所ですから、きっちりと決まり通りにやらなければダメなんでね、これを書いてくださいというのが1件目です。で、2件目なんですが、請求年月日、請求日が未記入であるので、文末に請求日を記入してくださいと。で、提出した日ですね。提出した日にち、確か自分でも書いたと思ったんですけれども、書いてなかったということなんですね。だからこれを、何月何日に、間違いなくこれ文章を作成して提出しますよということで、で、ハンコはいらないっていうふうに今なってるようなんです。でも、この日付は書くということです。で、3つ目がですね、これが一番の重要点なんですね。請求期限ということで、補正の内容としましては、行為のあった日、または終わった日から1年を過ぎて請求することはできません。ですから、例えば、このセンチュリーであると、センチュリーの代金を支払った日、センチュリーが実際に来た日でしょうね。若干のズレはあるかもしれないけれども、おおむねこの日から1年を過ぎて請求することができないと、住民監査請求の手引きの2-2に書いてありますよと。このことについて、もう明らかに過ぎてるんだからね、請求期限を過ぎて請求したことの正当な理由について補足をしてくださいということなんですね。これを私の方で考えて文章の中に入れて、初めて提出すると。で、相手の県の監査委員の方で、これは正当な理由に当たらないと言われれば、棄却じゃなくて却下になるんじゃないかなというふうに思っております。で、注意事項としましては、補正文書の提出にあたっては、広島県職員措置請求書、補正書という表題をつけて、1番目、2番目、3番目を補正した請求書を再度提出してくださいということでございます。これ、1回出した書類を、添付っていうか、同封してね、送り返してくるのかなというふうに思ったら、それは一切、
含まれてないんですよ。だからそれはそれで取っといて、新たに全部をちゃんとしたものを新たに出すっていうようなあの解釈でいいのかななんていうふうにこれ見るとね、私は思いましたけれども、で、これなんですけど、昔は、昔って言っても3年前か4年前ぐらいだと思うんですけれども、この県の監査委員会の事務局っていうのは、県警本部の教育委員会の方の側の西側の、確か8階あたりにあったんですよね。ところが今、あのコロナの影響か何らの影響なのか、まあ、あの各部署の、あの場所っていうのがね、あの結構変わったんですよね。今までここの課はここにあったのに、あっちの塔に行っちゃったとか、あっちの建物に行っちゃったとかって結構あってですね、これ今回改めてあの知ったんですけれども、この広島県の監査委員事務局っていうのは実は県庁の中に今なくてですね、中区八丁堀の2番の31号という広島鴻池ビルの5階というところにあるようなんです。で、広島鴻池ビルの5階って、鴻池ビルってどこなのかなっていうふうにふと考えたんですけど、まあまあ県庁に近いことは近いんでしょうけれども、個人のビルのところ、個人のビルか法人のビルか分かりませんけど、ここを借りて多分ここに事務所があるんじゃないかなというふうに、思ってますけど、一応提出先もここに提出するということでございます。はい、ということで今回は中本隆に対するセンチュリーの返還請求、住民監査請求ですね、住民監査請求に対する広島県の監査委員会から補正を求められましたよということについてお話をいたしました。また何かお問い合わせ等がある方がいらっしゃいましたら、概要欄にね記載していただければ、私に答えられることがありましたら、まあ、答えるようにしますんで、まあ、検討しますんで、よろしくお願いいたします。以上です。